壺の中ののの中戦力ををげるのに一番おすすすめのアイテムを紹介しますでそのアイテムっていうのは同点百科を開きましてこのちょうど品設計図のこの途方もない数の中から探さなきゃいけないんですけれどもちょっとそれが手間ですけどねこの背景が紫のアイテムの中からこのコンペイトーみたいなアイテムを見つけてくださいね240コインぐらいで購入することができるのでそちらを購入します で、このアイテムおすすめの理由が3つありまして、1つ目はリアリティが高いですね。一番高いリアリティ。2つ目が消費素材が簡単な素材で作れるんですよね。ほとんどの方この素材余ってるんじゃないですかね。鉱石ですね。そして3つ目なんですけれども、こちらです。めっちゃちっちゃいのでたくさん置けるし、なんか適当に物置っぽく置いてもなんかサンマになるっていうね。めっちゃ綺麗ですよね。<laughs> ちなみに一つの同点を上げきってしまえば他の同点に切り替えても大丈夫なので一つの同点は物置のように使うといいかもしれませんね。